放射能はただ漏れの状態ですよ、皆さん、ただ漏れです。
汚染水は増える一方で海に流れ込んでて、まず大気中にでもですね、大気中に放出されてます。聞くところによると、今もですね、1時間あたり1000万ベクレルっていう放射能が、今も1000万ベクレル毎時、それが放出されてるそうなんです。だから1日にあたり2億4000万ベクレルの放射性物質が大気中にまき散らされている状態です、今も。で、福島の、本当に福島だけ、関東地方の広い範囲にですね、放射性物質がまき散らされてて、福島だけじゃないんです、私たち、東京に住んでる私たちも被爆してしまいました。私たちも被爆者なんですね。で、そうですね、本当にひどいなって思うのはですね、東京にいる、避難されてる、福島から避難されてる方いらっしゃる、私が住んでる東京を住んでる方とか、日立市ですね、自主避難の方が5世帯いらっしゃって、あと強制避難の方も合わせると確か50世帯ぐらいの方が避難されてるという状況です。で、来年の3月にですね、自主避難の方の住宅支援を打ち切ってしまうそうなんですよ。皆さんは、そういう点々報道されませんけども、本当にこれ大事なことですよ。自主避難の方っていうのは本当に、強制避難の場所じゃないんですけれども、シーゲルと、シーゲルって言葉、最近全然聞かないんですけれども、1時間あたり1ミリシーベルトよりももっともっと高い設定が今もあるところなんですけれども、今はですね、この基準をもっと緩めてしまって20ミリシーベルトだったらよしとするっていう、そういう基準に変えてしまったんですけれども、でも本当に1ミリシーベルト以上比較してはいけないっていうのは国際基準であって、本当に私たちが健康を享受するためのっていう権利なんですよ。それを守ろうとしないっていう国のやり方、本当にこれひどいと思いませんか。今使ってそれで20ミリシーベルトという避難だから、あなたたちは強制避難じゃない場所だからって言ってるんですけれども、なんか明らかに1ミリシーベルト以上のその場所からですね、自分の家族の健康を使って避難されてるというこの方たちの、今は住宅支援がありますけれども、来年の3月はそれは無事になってしまいます。皆さん、いいでしょうか。私、僕一般の一人です。本当にこの状況はですね、国の自宅戦場の人間としては自宅関係がないという自宅を今緩めてしまって、そして赤ともですね、福島の地はもうなかったかのごとく、なかったかのごとく、このような政策してるんですよ。で、このことで、ね、国連からも国際連合のですね、人権委員会からも監督を受けてるんですよ。非常に国際政府はですね、福島県民の自衛官の方が住んでる方々も住民人権委員長の自宅をさせていて、国民の権利である健康を享受する権利を侵害してるっていう、国連からも監督を受けてるって、どういう状況ですか。やっぱご存知ですか。でも日本政府は全くそういうことを守ろうとせずに、この福島の事故は全くなかったからのごとく、終わったからのごとく、本当にね、福島の被災者の方を知ってるという、そのようなひどいやり方をしてますね。これ絶対に許すことできません。で、本当に私みたいな、僕普通の一般市民ですけれども、今ね、本当に声を上げることが大事なんですよ。声を上げましょうよ。声を上げれば本当に変わるんです、この状況は。気がついた方は声を上げましょう。本当に私の市民としてこれはひどいと思って声を上げてます。本当に皆さん知ってください。来年の3月になると避難の方、福島から避難されている方々のですね、住宅支援を打ち切るっていう、そのようなひどい政策をしている日本政府です。皆さん、本当にひどい政策、本当に不幸があるなら、本当に下で苦しんでる
泣いてる方がいらっしゃるんですよ。これは絶対本当にわけにはいきません。皆さん声を上げましょう。本当にこの事実を絶対許すことできません。私も声を上げます。ぜひ皆さんも声を上げればひっくり返すことができます。世論の力で政治のやり方って何個でも変えることができるんですよ。ぜひ皆さん声を上げましょう。でこの学費学実現ネットという活動やってます。月に2回ぐらいデモをやってますね。ぜひこういう活動をしている一般市民の方がいらっしゃるけれども、ぜひそのように止めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。私の話は、はい、入らないと。引き離し本当にありがとうございました。皆様一斉に立ち上がってください。私たちは市民ボランティアの者です。今週17日金曜日、私たちは、官邸前で15時から1時間官邸前でこの問題をまた抗議に行き、それから要請書も提出するつもりです。今作ってるところですので提出します。皆様どうぞ本店前17日15時から始めますので1時間、皆さんぜひ一緒に声を上げて抗議をしてみていただきたいと思います。では次の方どうぞ、ボランティアが今お話いたします。皆さんどうぞ聞いてください。実はご心配している皆様、私たちは市民ボランティアです。よろしくお願いいたします。安倍首相は、オリンピックの誘致につきまして、アンダーコントロールという発言をされました。世界中に向かって、嘘をつきました。福島第一原発はアンダーコントロールからは程遠い状態です。日々状態が、悪くなっております。もちろん方もおっしゃっておりましたけれども、汚染水が、日々ただ漏れております。毎日80億ベクレルの放射能が海に流出してしまっています。一部の方は、海水になじって影響がないというふうにおっしゃっていた方もいらっしゃいましたけれども、どうもこれは違うようです。海に流出した放射性物質は海底に沈殿し、海底の中でホットスポットを作ってしまっています。洪水とか海流の流れなどで高濃度の放射能がまき散らされて、魚や貝などを汚染しています。この汚染された魚がスーパーで販売されています。今の厚生労働省の魚の放射能の基準値は100ベクレルです。100ベクレルに満たなければ魚や海藻が普通にスーパーで売られてしまっています。皆さん100ベクレルの魚何でしょうか。ウクライナでフィールドワークをされた専門家の方がいらっしゃいます。その専門家の方によりますと、ウクライナの子どもたちは 1.1 ベクレルの食事から、7割の子どもたちに健康被害が出たという報告をされています。さらに首都圏で 1.1 ベクレルの食事で健康被害が出てしまいます。日本政府のこの食事制御という数字はどうも同乱です。人権と人命を重視しています。人体に完全に安全なのはゼロベクレルだけです。この政府が盛んに行っている食べた応援キャンペーン、食べた応援キャンペーンはイコール内部飛躍です。許されることではありません。最近ですね、海老蔵さんの奥さんですとか、海老蔵さんの奥さんが乳がん、進行性の乳がんになっています。